えー、お疲れ様でございます。昨日紹介させていただきました暗号通貨、暗号 AI ロボですけども、さらに値段上がってますね。1.5倍ぐらいになったんじゃないですか、えー。ということでね、昨日私がニュースでこの暗号通貨ロボという暗号通貨を紹介させていただいて、すぐに飛び乗った方は今売り抜けるチャンスが来てます。もちろん、これ以上に値上がりをすることも考えられますけども、大きく膨らんだ、こういったね、暗号通貨ですから、 一気に決済する。まあ、そういった仕掛け側がいることもね、予想されます。というのが、一旦ここでちょびっとコブができるでしょだからこのコブを超えたところでエントリーするっていうのがテクニカルなんですよ。で、安定したところで売り抜けるっていうのがね、多くの方のこの幅の利確の方法ですからね。だから、10万倍の利確ですから、これは考えられるんですよ。ただし、新たに資金を積んだ方がいたんで、 このように上がっていった。つまり、この値上がり幅を見て、今のうちに乗っとこうと思った人がこれなんですよ。ですんで、昨日の私の放送をご覧になってね、購入の方法を下の方で調べて、購入した方もいるみたいですね。うん、その方は、私が言わせれば、今理確した方がいいなってところですよ。ね。だって一晩で1.5倍になったらもう十分でしょ。うん。だからこの1.5倍をさらにと思って深追いするかどうかはもう個人の判断ですけども、まあ私はね、まだね、投資で、 資金を増やした経験のない方は、今こういった小さなチャンスで、えー、満足すること、つまり利確をして離脱することだと思うんですよ。そういった経験を10回、20回、100回と繰り返す中で、深追いしてもいい精神力と資金ができますからね。この順番で進めてみてください。はい。で、えー、最後になりましたけども、ちょっとマーケット全体を見ていきましょうか。 えまずは上場コインが1万4641で取引所の数が1177と増えておりますで時価総額337とここのところ好調ですよね早く370兆円まで這い上がってもらいたいなと思いますねはい、えー、でビットコインが久々に900万円を超えてイーサリアムも久々に万あ40万円を超えそうですドミネーションはビットコインが53.7%と一方的に増えてイーサリアムは現状維持の14.1%ですね それからリップルはあ、まあ87円なんであんまり変わりませんけども、カルダノは若干値段を上げて56円になりました。で、えっ、ー、と、芝犬コインですけども、芝犬コインも0.002173ということなんで、これも上がってますね。えー、グラフの方を見ていただくと、ほとんどがグリーンになってます。はい。全体的に暗号通貨、景況ということなんでね。まあその上でもご用心いただきたいと思います。それでは。